ナガ族は、インド北東部、ミャンマー国境上に沿う長丘陵の長ランドを一帯に、暮らすモンゴロイド系の民族。人口は、約200万人。チベットビルマゴ派系の言語を話す。ナガとは、この部族がつける耳飾りのことで、発音は似ているが、蛇を意味するナーガとは、無関係である。23部族で構成される。 アンガミナガ部族アオナガ部族イエヌ、チャークサングナガイエヌチャンナガイエヌカイアミンガイエヌコンヤックピープルロタナガ部族イエヌ、ポチリイエヌ、フォムナガイエヌポウマイナガレングマナガ部族イエヌ、ローンメイナガイエヌサントムナガスミナガ部族イエヌ、マオナガイエヌゼルチョンイエヌアムチュアンガイエヌゼメナガイエヌローチョンマイナガイエヌノークテピープルイエヌ ハンザ・ピープル・イエヌ、トゥー・セイ・ナガ・イエヌ、ワン・チョ・ナガ・ナガ族の戦士文化形態としては、複合巨石文化にあたる。かつては、部族間の戦争や首狩りが、盛んに行われていたが、第二次大戦後に独立を要求し1963年に、ナガランド州が成立して、以後は、ナガ族共同体として意識されつつある。政治形態としては、北部のコニャックは、市長制。 南部のガミは民主制を取り、北部の主張は一夫多妻であった。各村には首狩りの知識を得るための若者宿が設けられ、祭りに使われる大きな木みも保存していた。ロタ族は船型の屋根の家に住み、大家族で構成されていた。焼き綿農業を、尾本とし米阿波トウとうもろこしなどを、尾本とし、3から4年の周期で工作地を移す。 集落は給料を根に多数の家屋を密集して営まれる。また家畜としてミトン牛の飼育を行う。ミトンは祭りで区議された。近年は観光家に力を入れるようになり、毎年12月に小暇の近くで桜に祭りが開催され、多くの観光客で賑わうようになった。もともとは山、森、岩などを崇拝対象にしており、 部族の相互が首狩りを行っていた。村は戦闘に備えて山上にある。首狩りは若者が一人前になるためのイニシエーションであり、成功すると結婚が許された。勇者の証として姿勢が施され、首の形のペンダントを胸から下げた。首が村にもたらされると力が満ちるとされた。巨石を引いて祭る大規模な祭りによって、 富を当人したが、それによって名誉を得た。米国人によるプロテスタントの宣教の影響によって、2001年、現在長族の約90%がキリスト教徒となっている。各村にキリスト教会が建てられている。ありがとうございます。